朝鮮民主主義人民共和国鉄道省は朝鮮民主主義人民共和国の鉄道を管轄する政府機関であり、平壌に本部に置く鉄道事業者。2001年、ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンと国防委員会委員長、金正日は、路長国際鉄道事業に合意した。これは、ロシアと朝鮮民主主義人民共和国とが合弁企業を設立し、 その企業が、鉄道と、ラツコ、第三不島の49年間の使用権を、朝鮮民主主義人民共和国から得るものである。2008年に、ロシア側の破産駅からラツコまでの工事が着工し、トンネルの補強、通信設備の近代化、同区間の4000機場が行われた。2012年10月に工事が完成、試運転が行われ、 2013年9月22日完成式典が行われた。これにより、ロシアの列車がラツコまで直通が可能となった。2004年4月22日に、平安北道、立川郡にある平木線、立川駅付近にて、爆発事故が発生し16、161名が死亡、約1350名の負傷者を出す、第三次となった。2007年、 朝鮮半島を分断する非武装中立地帯を横断する平釜線の海上を虎山間が再開通し、南北間の鉄道輸送が再開された。2007年から2008年中期まで海上工業団地への貨物輸送に使われてきたが、その後、二国間の緊張の増大により停滞した状態である。同時期、金剛山青年線の北朝鮮側の接続が再開し、 混合山観光地区への旅客輸送が続けられていたが、同様の理由により、休眠状態である。朝鮮民主主義人民共和国の鉄道網の機関は、その多くが国際標準機の 1435mm である。一部にロシアとの融通のために、ロシアの後期と共通の 1520mm を追加し温泉とした路線があるほか、 いわゆる特殊狂気の 762mm の区間も 300km 以上残っている。主要路線北朝鮮の狂気は 762mm ゲージであり直流 1500V で電化されている。そのような路線が全国に張り巡らされているにもかかわらず、最も重要な路線は国土の北側である。北朝鮮で最も長距離の狂気路線は白、茂る線であり、 白岩青年駅から茂山駅まで1 9 1 7トルを結んでいる。この路線は標準機の白桃山青年線と同じく標準機の茂山線とを連絡している。赤旗1号5043電気機関車機関車は輸入したものと国内で製造されたものとの混在である。1960年代初めより機関車は平壌にある。 金賞安市電気機関車連合企業所にて製造されるようになった。その他の車両は国内にある数カ所の工場にて組み立てられた。新緑樹脂平壌を走行する列車の客車電気機関車、ディーゼル機関車、蒸気機関車がある。鉄道車両はソビエト連邦と中国で設計された車両をもとに北朝鮮国内で大半の車両が作られた。 アメリカやヨーロッパから輸入した機関車はまだ現役である。近年中国で使われてきた中古の機関車が使われつつあり、その数も増えつつある。ありがとうございます。